にちは、須藤めぐみです。今日も楽しく練習していきましょう。今日は81ページ75番の D です。D ってね、これ書いてないんですよね。でも多分 D だと思います。 D にしておきましょう。では D モール2単調2分の2拍子になります。早速やっていきましょう。こんな感じになります。これも難しいですね。難しいです。はい、やっぱり跳躍が多すぎて、その音をね、歌わないようにするっていうね、何ですか、言い訳してますが、いや、その音を歌おうと思ったんじゃないんだよ。だけど声帯の準備がね、間に合いませんでした、すいませんみたいなね、そんな感じの、演奏になってしまいますね。そうですね、もう一回ね、歌っておきましょうか。メトロノームに合わせてね、とっても機械的に歌ってますので、まあ音楽的でも何でもないんですよ。なんかね、こういう風に歌うと、まあね、なんて言うんですか、なんだろう、すごく悲しくなってくるっていうか、なんだろうな、もうちょっと音楽的に歌いたいと思うわけですよね。なんだけど、まあこれはね、練習曲ということで、まあこんなね、機械的に歌うっていうことでね、勘弁していただきたいと思うんですけど、この曲ね、そんなに変な曲ではないと思うんですよ。すごく伴奏とかもしついたとしたら、案外ね、素敵な曲になるんじゃないかなと思うんですけど、何しろね、このリズムとピッチをきっちりかっちり歌わなくちゃなんないって思うと、何かどこかにね、力が入りますね。なんかね、自分で歌っててなんかつまんないなって、つまんない曲にしてるな私っていうのはね、分かっておりますが、ね、最後とかね、これ絶対最後の 2、3小節、これ絶対遅くしたいですよね。これ遅くしたらね、この跳躍も楽なんですよね。まあどこら辺から歌うかな、後ろから4小節目ぐらいから歌うと、ラスイラレソファミファソラドレみたいなね、こういう風に歌ったらなんか上手に歌えそうじゃないですか。だけどメトロノームに合わせてね、ミファソラドレ、こういう風に歌うこと自体がなんかね、拒絶反応が起きる。まあね、仕方ない話なんですけど、これもね、まあどうかな、これはね、交流文献は、まあ言ってみれば、そこのね、皆さんが行きたいと思っている音楽大学がね、これやってきてくださいっていう宿題なんですよ。で、宿題はね、どれくらいちゃんとやってきたかっていうのをね、見るためだと思いますよ。だから何がどうっていうんではなくて、
はい、宿題だからとりあえずやっていきましょうっていう感じですかね。まあね、この練習曲をじゃあやったらどうなるんかとかね考えたら、それはね、それでまあどうなんだろうって私も思うところありますけれども、とりあえずねやってこいっていうものをその文句言わずやってきたんかいやってこなかったんかいっていう、私はねそこだと思いますね。どっちかっていうとこの練習曲がいい練習曲集なのか悪い練習曲集なのかとか、文句言う前にやれって言ったものはやってこいと、でそこをちゃんとやってきた人はどうぞうちの大学を入りくださいっていう感じだと思います。そうに思いたいですね。ということで文句言わずにですね、全く歌いづらい、なんでこんなやらなくちゃなんない、これやる意味がわからないって思ってらっしゃる方は、私もね当時高校生の時思ってましたよ。このつまんない曲全然練習する気にならないって。だからね、だからこの YouTube で、動画をアップしてるわけなんですよ。心が折れるから。もうこの辺になるとね本当にねやることはいっぱいあるし、もうこの辺に入っててる時なんて受験勉強も佳境じゃないですか。もうねテストの勉強もしなくちゃいけないし、ピアノも練習しなくちゃなんないし、イタリア歌曲も練習しなくちゃいけないし、なのになんだこの練習曲難しすぎるよみたいな、こんなところにね時間取ってる場合じゃないんだよ私って、思うんだけど、宿題は宿題でございます。やってこいと言われたものは真面目にやっていきましょう。やんなくてもね入れちゃった人もいると思いますけど、これを真面目にね何が良くってやってるのかとか何が、どうなるんだとか考えずに真面目にやった人はそれなりの絶対成果は出てると思います。自分の、スキルのアップに絶対つながってると思います。文句言わずにやることが、それが大切なんですよ。これからね分かると思いますよ。その理不尽なこととか意味不明なこととかも、それはオファーですから、オファーは文句言わずに真面目にやってください。はい、まあ、短い練習曲なのにまた語ってしまいましたけれども、まあ、頑張ってね練習していただければと思います。それでは最後までね、いつもご視聴いただきありがとうございます。よかったらねチャンネル登録よろしくお願いします。初めて言ったかな。それではまたお会いしましょう。